はいどうも、ロケマサです。今回なんですけども、また僕が企画を持ってきました。で、今回する企画なんですけども、一番年下の僕がヒカルさん、マエさん、名人の3人にタメ口を使ったらどんな反応するのかっていう企画をやっていきたいと思います。で、まあ普段は3人に対して僕敬語で喋ってるんで、いきなり急にタメ口を喋ったらさすがになんかこいつおかしいなとか思われたりするんで、ちょっとまず軽めのジャブから3人に対して言ってって、まあ3人それぞれ僕に対してどんな反応するのかっていうのをね、今回やっていきたいと思います。一番ちょっと厳しいなと思ってるのがヒカルさんと名人なんですよね。あの2人はちょっと、まあ言いづらいというか、なんか雰囲気を持ってるんで入り込めないというか、名人はでもいけるかな。問題ヒカルさんですよね。ヒカルさんどんな反応するのかっていうのはちょっとやる前からちょっとビビってるって感じですね。で、4人全員がいる時にタメ口使うと、まあさすがにちょっとおかしいなとか思われちゃうんで、2人きりになれた人から音声だけでもいいからちょっとやっていきたいなと思います。好きっすね。めっちゃ見てる。見てまうやろ、たまには。議論しりとり。議論しりとりもしたね。結構見てまうときあるけど、たまに。ああ。面白かった部分だけ発生してみたいな。めっちゃ分かりますわ。俺、いまだに伊達選手権とか見ますからね。あれもおもろかったけどな。確かに。マジで面白すぎて弱かったですね。こんなおもろいだろ、何回も見たの。あと、前さんのツッコミとか、すごいなと。他のツッコミはすごい。とりあえず聞いてきたよ。チャーナイのとこのくだりっすよ、だから。チャーナイ？いや、どんなことしたの？動画見てるじゃん。動画。しゃあない、何分ぐらい？いや、結構半数。俺が勝ったりするから。いや、マジで良かったっすよ。ああ、ええな。おもろいな。ああ、これか。そうそうそう。え、それは治療なんです。治療？治療？治療？年間当社の病気の。前者的になんか一番面白かった動画はないです最近で。でもその笑ってもだいぶこれな気がするな。あ、だったりですか。よくよく見たらその空気感がおもろかったなっていう。でもその年間同士の病気に関して別にそんななんかおもろかったんかなって思ったけど、振り返ったらやっぱおもろいなっていう。あ、すごいなんかこのワードよく出てきたなっていう。そこら辺結構センスあるもん。メンバーにやっぱ褒められへんわけやから、ロケマサぐらいで褒めてくれん。あ、俺は普通に面白かった面白かったっていう、言うんで。これはちょっと良かったな。でも動画において、いや楽しく撮れたらそれやけど、コメントで俺のここが面白かったっていうコメントがあった方が俺は嬉しいから。分かる、めっちゃそれ分かる。それは、うん、ロケマサはやっぱかっこいいとこ多いわけ。それは嬉しい。いや嬉しいですよ結構。なんでめっちゃ見るんじゃない。めっちゃ見るじゃないですか。嬉しい、うん、嬉しいですよ。何言われて一番嬉しいですか。やっぱり面白いじゃない。あー、分かるわ。まあ、やっぱ一番嬉しいのはこの4人は一番今 YouTube で面白いんじゃないかっていうコメント。それは純粋にやっぱり、あ、やっぱそうなんやっていう、伝わったなみたいな。うん、分かる分かる、うん、それが、うん、ちょっとおかしく何を何を何をってさっきから分かる分かるとか直接はちょっとおかしくない。ああ、だからまあ独り言ですから。前さんに対してっていうことじゃなくて。あ、そういうことね。はい、だからそのこういうやっぱりヒカルさんとか一緒に笑ったとか、あ、そういうの、はい、これが嬉しいな。でも前さんですって笑ってくれたでしょ。ああ、うん、あそこの笑い分かってくれたんやみたいな。一応6万見るわの。いや、いいっすよ、いい、やめてくれ。なんでなんで。いや、もうちょっと見てよ。いやいや、いい、それかいい。声聞いてみて。前さんです。そんな、あ、なんか何やねん、前さんです自分で笑ってるじゃん。めっちゃおもろい。その時はめちゃめちゃ笑ってますけど、俺今思い出したら別にって感じ。ちょっと何回も見ながら思われる。いろいろなんか家帰ったら俺、例えば今日出た動画とか、今日出た動画の自分が一番面白かった思い出とかを見返して、あ、おもろいなっていうのを振り返りながら、あ、もう一回見ていい？めっちゃ見たがりじゃん。やっぱ見てまうな。名人の受け方。名人ってあんまり笑わへん。名人このツボにハマった時の快感。あとやっぱ光がこの受けた時最高やん。あ、でも何やねん。名人こんな受けたん。笑い取れた時一番嬉しいの俺は動画撮って。あー、わかるわ。
ちょくちょくおかしくないのかな。分かるわとか言っただけ。共感してるだけですよ。いや、共感はおかしくないけど、分かりますねとか言ったら分かるけど、あ、分かるわって言ったら、それなんか昔の癖が結構抜けなくて、昔の癖っていうか、今まで付き合ってるけど、そんな違和感感じたのかなって思ったら、あ、そう、うん、だからそれはもうちょっとで、あ、そうとかさ、うん、どうしたの今日なんかおかしいと思うけど、違和感感じるけど、すごいタメ口が食事入ってったというか、なんかあー、まあなんかそれでも仲良くなった証というか、いや、仲良くなった証、そんな急に入らへんしおかしいやん、このどう考えても企画やろ、なんかいや、うん、いや、もう企画やもうおかしい、絶対タメ口なんだもん、じゃあこれも出た方がいいやん、まあ、結構たまに口滑っちゃって出ちゃうとかあるじゃないですか、ってあのモニタリングされた時だって、俺動画見返して、あ、やばい、言ってたみたいな、俺なんか何々じゃんみたいな言っちゃったじゃん、ああいう感じで普通に出ちゃっただけなんで、あれがあったのって最近過ごした時もう1回だけ、さっきもう5、6回あったで、10回ぐらいあったんちゃう、下手してたんか、いや、それは盛りすぎですよ、盛りすぎる、自覚があれ盛りすぎでしょ、うん、けどおかしい盛りすぎでしょ、普通にとかバレットでおかしいやん、企画やろ、俺に対してのはいタメ口ちょっとやってるんですよ、あー、そういうことね、いや、まずなんか鋭いっすね、だっておかしいんって、明らかになんか分かる分かるとか、いやでもそれでも一人ごとじゃないですか、別に前さんに対してなんか、あ、分かるわみたいな、だからその何やんだって、ロケマスそういうこと、ほんまに俺とおるときとかタメ口の言葉が出ることないもんな、確かに、だから余計に違和感あったな俺は、でもエジミもやるん、エジミやる、もちろんヒカルさんもやる、エジミだけど協力するけどね、重いですか、分かった、それはおかしいやろ、今も。今も、おかしいやろ。いや、別に、一人こっちですから。助かるわ。絶対一人ちゃうよ。ちょっと前さん、手伝ってもらおうかな。一人一人で面白くなりたいし。じゃあ、メジャーあと10分くらいで来るんで。それも邪魔つか。でも、どう手伝ってくれるの？メジャー気づきそうになったら、俺、横やり、横やり。ああ、いいっすね、いいっすね。じゃあ、待ちましょう。お疲れっす。お疲れ。いや、今日の編集どんな感じ？まだ来てない。で、飯行きたくないですか？一発。結構時間かかったもんな。うん。飯。ん？飯行きません。飯待ってから払いか。結構急ぎだ。別に、ちょっとぐらいでいいけどな。飯行った。行きましょうよ。飯で一応待ってくれ。お腹すいたなぁ。何食うかやなと。もうラーメンじゃないですか。名人がいたらもうラーメンですよ。ラーメンの家。基本ラーメンですね。うん。行くなら。全然行こうよ。まあ、寸胴っすよね。じゃあもう編集やめて、パパッと行きましょう、ラーメン屋。うん、もうちょっと。その、パーカーどこで買ったん？確かに。初めてっすよね、あれ見るの。ミゴーです。え、ミゴーとか行くんだ。聞こえてない。え？いや、聞こえてないかな、そのね、ロッパの差が。ああ、確かに。なんか？ミジミゴーとか結構行くんすね。うん。いや、ネットで買った。あー、ネットか。でもその紫ピンポイントで買ったんですか？黒。珍しいな、ミジン紫は。あ、黒以外の名前でいいじゃないですか。まあまあ確かに。なんか髪が結構派手だから、あれですよね。派手な色着てるわ。まあなんかうるさいというか。まあでも似合ってますからね、全然。うん、いい感じじゃないですか。ミジン感謝するやな、人に。ミジンありがとうとか俺多分3年ぶりぐらいですよ、聞いた。俺初めてかも。他になんか最近買い物したの？メジ。何してない？してないっす。服ぐらいっすね。してないっすね。うん、ダウンとかかかったもん、今年。おー、確かに。ダウン、あ、でも今日買いましたよ。ん？今日買いました、ネットで。マジっすか？え、どこで買ったんですか？ジム。あー、ブランド系結構行かなかったんですね。もう、見るのもめんどくさい。わかるわ。で、ね、自由のダウンってちなみにいくらぐらいなの？聞こえてる。はい。自由のダウンいくらぐらいだったんですか？ダウン？はい。わからん。でも安かったはず。あ、安い。まあまあそうっすよね。自由やからな。私ダウン買おうかな。まあまあダウンはな。前が買ったんですか、コートか何か？俺はコートは買ったの。ダウンはちょっと買ってないな。レジもコート着たいね。確かにエイジンコード持っとうイメージないもんな。うん、似合わないっす
誰の自分基準やかんでるな。確かに。もう一回来てほしいですけどね。確かに。うん、いや案外レジューマでもコートいいなと思うかもしれないんで、うん、結構なんか韓流系の頭してるじゃないですか。まあ確かに。そうそう、だから竹中のコートが俺似合うと思うけど。メイン的にないんや、コートは。ないでしょ。ないでしょ。手に合わないっすって。じゃあ案外周りからもし評判良かったらどうする。例えば動画にそういう企画してメイン似合うコートを見つけようじゃないけど、やったらまあちょっと考えます。考えるんですね、そこは。そこだけな。うん、あるんや、そこは。じゃあコメント欄で超大好評だったら明治も撮影コート着るじゃないですか。うん、確かに。かっこいいってなったら。そうですね。一回着てほしいな。明治もそういうの気にするんやな。もう全くその自分主観の意見しか俺は受け付けへんのかと思ったら、結構コメントで似合っとうって言うと着るんや。そこまで来るんやったら来ますよ。まあ合わせてやろうかなみたいな。邪魔やん。うん、マジ食った方がいい、これ。ほんとうまい。メジマジうまい。メジ食ったら、うん、こいつね、メジ、うん、いいな。食べない。メジ食わへんね、ミカ。さっきからなんか結構ロケマさんのことは無視しとったけど、どうしたメジン。いや、もう終わりますよ。いやきついな。メジン無視タイプだったんですね。でもメジンだって全部タメ口のとこだけ無視しとったもんな。こいつやりやがったなって感じでした。やりやがったっていうか、舐めとんな。それを無視することで伝えたんや。無言の圧力みたいな。いやきつかったっすね。無視されるのは一番悲しいっすよ、やっぱり。前さん笑って、なんでみたいな感じだったじゃないですか。うん、まさか無視っていう。笑っちゃいますよ、やっぱり。きついっすね、食べ物って。今まで経過だったら急にタメ口になると結構きついっすよ。違和感あるもんな、俺らも。名人も最初から違和感あったんや。まあ、私は今までタメ口さんは使ったことなかったし。結構やらかしいでしょ。メジなんてもうギリギリ兄貴と年が近いんで、早口いけるかなと思ったんですけど、うん、やっぱ無理でしたね。まあ、俺とメジに似合ってさ、経験値的には溜まったわけやん。もう次光る。いけますかね。あいつほどなんか神経質な人間もおらんから、絶対気づくと思ったよな。なんて言ってくるんですかね。いや、想像できない。だって光るタメ口使ってたら見たことないもん。他の YouTuber とかでも。まあ、そうっすよね。いけんだな。チャレンジしかないんじゃないの、そこは。お願いします。頼むわ。帰りコンビニ行った方がいいですか。ああ、そうやな。コンビニ寄って。寒いな。寒くなりましたね、本当に。もうやばいな。うん、寒さがえぐい。そういえばライバルズの診断データ見ました。俺もう勝ったで。早すぎでしょ。もう2万課金した。なんか当たりました。いや、もう全部揃えたで。やっぱ全部新しいカードやからちょっと新鮮やな。ああ、まあ、てかそれが楽しいですよね、カードゲームって。わかるわ。めっちゃええやん。なんか飯食いました。ミルクレープのケーキ。腹膨れるんですね、そんなんで。腹減っとうけど、まあでもちょっとライバルズのデッキを作りに集中したいから。ああ、喋りかけると俺が一番大事やろ。俺が最も大事やろ。盗賊のカード全部把握するところからスタートせなきゃ。確かに。これが長いから。俺も今亀のデッキ作ってるんで、デッキ終わったらヒラさん、俺対面しようよ。いや、なんでお前タメ口なの。え、タメ口なの。いや、
ダメだ。すいません。まあ、運転したけど。ちょっとお知らせがあるんですけども、今回僕がアパレルブランドを立ち上げました。で、その服が4つデザインあるんですけど、今、ロケマスと俺とマイスさんと名人が着てるやつ。はい、これが、まあ、色違いですね。ロケマスとマイスさんのやつは色違い。で、俺と名人のやつは色違い。で、あとまあもう2つぐらい T シャツも出してる。まあ画像どっか出しておきますね。リザードというブランドを立ち上げました。で、これね、なぜわざわざこのアパレルブランド立ち上げたのかっていうと、僕はもうずっとハイブランドばっか着てるんですよね、普段服。本当にそれこそ1着5万円カラーの服しか着ないっていうので、キャラクター的にもそれがいいんかなっていうので、YouTube やってきたんですけど、やっぱ高いわけですよ。で、高い服ってご飯行ったりするときにやっぱ汚したくなかったりとか、あとやっぱその高い分動きにくかったりとか、デザインがちゃんとしてる分生地自体が着にくい生地だったりとか、まあ、俺肌弱いんでやっぱ結局何回も着る服ってやっぱ生地が良くて動きやすい服だなっていうところにたどり着いたんですよね。で、結果的にその家でもそうですけど、撮影中もパーカーとかを着る人が多くて、本当に何回も同じのばか着るんで、もしそのパーカーがもっと安くてで、同じ生地だったらいいのになって思ったんですよね。で、ありがたいことに僕の視聴者の方も俺が着てる服を真似して買いましたみたいなとか、真似したいけど高くて買えませんみたいな逆に、あったりとかして、俺が着てるハイブランドのめちゃくちゃいいなって思う生地と全く同じような生地で服が作れたらいいかなって。しかもその値段がめちゃくちゃ安かったら、それってすごい喜ばれるんじゃないかなと思って、個人的にもそういうのがあったらいいなと思ったんで、今回ねこういうブランドを立ち上げたんですよ。値段なんですけど、いろんな有名なハイブランドと同じ生地を使ってます。ブランドごとによってその生地って違うんで、その完璧に一緒って言ったらあれですけど、まあ、ほぼほぼ同じような生地っていうか、まあ実際に使われてる生地ですね、ハイブランドで。まあそれを調べて、どこのブランドか言わないですけど、同じ生地を使ってます、ガチで。だから着心地はね、もう凄まじくいいんですよこれ、うん、もう動画の中でも俺言わずに結構何回か着てたんですけど、これが着心地良すぎて他の服着ようとしないぐらい着てるんですよ、これ。マジでマジで、プライベートも撮影も結構このリザードっていうこの服ね、このパーカーを愛用してます。本来ハイブランドでこれを買ったとしたら、まあ、ブランド量めっちゃ高いんで、実際多分パーカーって8万とか10万ぐらいするんですよね、まあ、します。こんなん感じのやつで、まあ、絶対します、うん、でもこれはほぼほぼ似たような生地で、本当にその安い生地じゃないんですよね、もう明らかに着てば、うん、まあ触らないと分かんないと思うんですけど、それで1万5000円ぐらい値段はこのパーカーで、で T シャツで1万円ぐらいで、まあ高いんですけど、まあ、そのもっと安い服に比べればね、うん、ただこの生地の中ではワンチャン日本最安値なんかなって思います、まあ、確かに個人的にはね。でぐらいまで価格を下げたんですよね、うん、まあ業者の人とかなりその相談して、まあその工場の人にも言って、とにかく安くしてくれって言って、限界まで下げて、これを1万5000円で販売できるっていう形になりました。まあこれね、着てもらえないと正直わかんないんでね、なんかこれ多分この動画だけ見て聞いたらもうそのどんな着心地なのかってわかんないと思うんですけど、まあこれから僕が動画で着続けるんで、逆にそこまで俺が着てたらいいんだろうなってぐらいの感覚で思ってほしい。だからいずれ多分ちょくちょく売れるようになってくるんじゃないかなと正直思ってます。本当に恐ろしい着心地の良さなんで、多分買ったらリピートしちゃうんじゃないかなっていうレベルで、とにかく着やすいです。その着心地の良さの割に値段が安いっていう、まあ、簡単に言ったらハイブランドと同じ生地でハイブランドの5分の1ぐらいの値段の服を作ったという、まあ、そういう感じです。今後ね、多分動画の中でたくさん着ていくと思うんで、まあ、欲しい方はね、ぜひ購入してください。まあこんな感じで、まあ、サイズ的にはちょっと大きめですね。だいぶでかいですね、まあ、もう動きやすいで、ポケットがこの真ん中にある感じですね。でもすごいシンプルな服なんで、まあ何書いてるか分かんないでしょ、もうこんなだから一見ハイブランドで見ますよ、ハイブランドで、うん、俺これあの勝手に動画で撮ったら、そのこの服が気になった人がおって、ガチで勝手に検索して、まあサイトも立ち上げたばっかりだけど、うん、俺宣伝する前から勝手にサイトを見つけた人がおって、すでにもう10枚ぐらい売れたんで、俺何にも告知もしてないのに、俺が着た服のこのリザードって書いてあるやん、ここ、これを検索して、しかも検索者もこれ上位表示されてて、まだ言ったら、はいはい、SEO 的にそう、 SEO 的にまだ上位表示されるのに、購入した人がもう10人ぐらいおって、10枚ぐらいすでに売れてるっていう、やばで、プラスアルファで俺知り合いの美容師の人とかもこの服、うん、その美容室に着ていって何も言ってないのに、その服どこのブランドなんみたいな、はいはいはい、それ欲しいっていう風になったぐらいデザイン受けしとったから、それはすごい嬉しいな。そう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 、かだから結構ね、まあまあ個人的にデザインも気に入ってるんでね、うん、あの皆さんもぜひ着ていただければと思います。はい、そんな感じのお知らせでした。今後多分ね、新しいその服どんどん追加していくんで、もう本当に追加したいやつっていうのは
もう僕たちの誰かがめちゃくちゃ気に入って愛用するやつしか追加していかないんで、うん、ガチで動画の中で多分着ていくと思います。まあ、特にもう俺この服と多分この黒のやつに関してはずっと着続けてるんだよ。確かに結構リアルこのどっちかしか着てるんだよ最近でぐらい の確率でこればっか着てるんで、今までその買ってきたハイブランドのやつと比べたら1着でこれ5着ぐらい買えるから、まあそういうことやな。そうそうそう、しかもその確かに食事中にこれ着やすいもんめっちゃ。いやそう、それがほんまに違う、まあ、最悪汚れても見るとかあるやん。ほんまにそう、それがでかすぎて、でやっぱり何て言うかな、来た時の着心地が良すぎる。着心地ほんまにええもんな、これ、うん、いいっす。まあこれでも伝えれないのがあれですね、これ中っ側の生地がねすごいサラサラしてるというかなんか、うん、あ、うん、まあテロテロしてるんですよね。その羽毛みたいなのつか、うん、つかへんやん。あ、そうだ、暑すぎひんというか、これ、うん、いや、まあ、結構軽い感じですね、うん、なんかめちゃくちゃ寒い時に着たらちょっと寒いかなってなるぐらいのレベル、うんうん、まあ春とか秋とかがちょうどぐらいかな、うん、冬やったらちょっとなんか中に1枚か2枚着た方がいいかも、うん、ってぐらいの薄さです。だすごい動きやすい感じなんでね、興味ある方はね購入してください。はい、そんな感じでした。ありがとうございました。